ライダーになりたいって言ってたけど、その夢がようやく叶うんだね。もちろんライダーになるための絆合わせの儀式を受けるんでしょ。私はまだ迷ってるんだ。ライダーじゃなくて自分にしかできないことないかなって、もう少しだけ考えてみるつもりだよ。あシュバル、おめでとうシュバル。その腕の絆石、本当にライダーになったんだね。こっちはこれから儀式を受けるんだよ。モンスターと絆を結ぶにはどうするの？ねえ。絆か。そんなもの俺は信じないよ。あ、待ってよシュバル。ライダーになったお祝いを3人でしたかったんだけど、1年前の事件からあまり話をしてないね。3人一緒じゃないとなんか変、調子が出ないよ。こんなんじゃダメだね。さあそろそろ行かないと。オムナ村長が儀式の間で待ってるんでしょ。きっと立派なライダーになれるはず。私応援してるからね。おお、よく来たな我らが子よ。あれから1年か。あのリオレウスと特別な絆を結んだお前さんじゃ。ライダーとして優れた素質があるとわしは見込んでおる。じゃがその素質も磨かねば輝きを放たぬもの。立派なライダーになれるよ日々精進するのじゃぞ。困った時は俺がバッチリサポートするぞ。よろしくな後輩。さあこれより絆合わせを執り行う。まずはお前さんにこれをやろう。ライダーの証となる絆石じゃ。絆石には絆をつなぐための力が宿っておる。絆石を持てばお供んと心を通わせ互いに絆を結ぶことができるんじゃ。お供のモンスター、略してお供んだ。この世に同じ絆石は一つとしてない。肌身離さず持っておくのじゃぞ。さあここに並ぶのがモンスターの卵だ。無事に卵が帰ればそれがお前のお供になるんだ。さあ絆石を掲げよ。生まれてくるお供を迎えるのじゃ。はい。さてさて、絆あれ。ふん。はあ。聖なる絆石よ。の。あ、ルンカ。あ、マティム。お、キーナーセ。目覚めよ。卵が勝手に動き出してる？はい。絶好調じゃないですか！おお！卵だけにたまげたの！あ！おい、ぼーっとするな。卵を捕まえるんだ。
人に名前を尋ねるときは自分から名乗るのが礼儀だった。俺はさすらいの旅屋いる。名前はまだない。おい、なぜ儀式の邪魔をした。わざとじゃない。この村をたまたま通りかかったら、たまたま卵が。たまたまたまって腹が減っているのか。別に減ってない。今は神聖な儀式の最中だ。よそへ行ってくれ。シュッシュッ。しっけえなやつだな。俺はそこらのアイドルと違うんだからな。元気のいいアイルーじゃ。さて、このアイルーをどうするかな。はい、そういうことなら食事を用意させよう。にゃんと、ほんと。お前いいやつだな。よし、決めた。しばらくこの村にいて世話をしてやるよ。俺は世界中を旅してきたから、いろんなことを知ってるぞ。ナビができるアイルーだから、ナビルーって呼んでくれ。勝手に話を進めているな。そうだ、儀式をしてたんだったな。手伝ってやるよ。アイルーとも心を通わせ合ったようじゃの、うん、さて、儀式を再開しよう。聖なる絆石よ、眠りし御霊の絆を結びたまえ。目覚めよ。はっはー、めでたいめでたい。この子とお前さんは縁あって絆で結ばれたのじゃ。大事に慈しみ育てるのじゃぞ。モンスターと絆を結ぶなんて、すっげえ、しびれるぜ。だが儀式はこれで終わりじゃないぞ。絆石は清めることで秘めた力を発揮するんだ。村外れのモルデ山の洞窟まで行き、滝の奥にある水場で絆石を清めてもらう。この試練を乗り越えなければ儀式を終えることはできない。もちろん挑戦するよな。よし、いい返事だ後輩。準備ができたら村の門まで来い。先に行って待っているからな。俺の引率はここまでだ。ここから先はお前たちだけで儀式をやり遂げるんだ。絆石を清める水場のある試練の間はあの洞窟の奥だ。気をつけていくんだぞ。そうだ後輩、応援を教えよう。俺のスキルだ。ライダーとしていろいろなスキルを覚えていくことになるが、まずは応援を試してみて、スキルの使い方に慣れていくといい。俺は村に戻って待っている。この試練を乗り越えれば儀式は終了だ。頑張れよ、後輩。ここが神聖なる水源だな。よし、絆石を水に浸そう。終了、正真正銘ライダーさんの誕生だ。さあライダーさん、村に戻って報告だ。明日に向かってライドオン。
がピリピリするな。この辺り妙な気配がするぞ。的確な指示、かっこよくてビリビリしびれたろ。おっと、ライダーさんもなかなかだったぜ。さあライダーさん、村に戻って報告だ。明日に向かってライドオン。